はい、皆さんこちら今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらの RC1 のねオデッセイになります。でこちらにねドラレコとねレーザーレーダーとあとレーダーをつけていきます。レーダーがねちょっと古いタイプのでレーザー非対応なんですね。だからレーザーレーダーに対応するもうちょっとしたちょろいやつがあるんですけど、まあそちらの方とねセットでつけていきます。それではね皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今からつけるのはこちらのね3つですね。このね前後のドラレコとこのレーダーと、まあ、このレーザーレーダーですね。まあ、この辺はもう在庫品で残ってるやつをつけますけど、じゃあこれをつけていきます。はい、じゃあこのピラーをね、外します。で、ここを外すとね、ここが、ちょっとわかんないかな。ちょうどこの辺にね、なんかついてるんですよね。だからこう、上げながら外すみたいな。で、ピラーを上にグッて押し上げながらすると外れます。結構ね、これね、外れないんでね、まあ頑張ってやればっていうところですね。で、この部品をね、外して、今度反対側のピラーの方にね、取り付けてやった方がいいですね。こういう構造してるんで、ここをまあスライドさせるっていうイメージです。で、外して、こちらに取り付けておいて、今度つけるときはもうパチンってはめるっていうイメージですね。で、これをね、スライドさせてはめてます。で、黒いやつがピラーにパチンってはまるっていう感じですね。これはまあ最後あと組み付けの時です。で、電源はね、こちらのヒューズの方からね、取っていきます。シガーソケットのね、3連のシガーソケットに、つくようにするんで、ここにまあシガーソケットの3連を作るっていうイメージですね。で、電源を作ったら、あとは取り付けの方をしていきますね。まずね、ドライブレコーダーをもう位置を決めて貼り付けてます。で、ドラレコ等はね、プライマーを塗って貼り付けた方がいいですね。夏場なんかは特に落ちてくるっていうトラブルも多いんで、まあ、その辺も踏まえてね、しっかりと脱脂してプライマーを塗ると、まあ、ここ重要ですね。これやっとかないとね、夏場脱落っていうのがあります。で、今回ね、ガラスに透かしにみたいなね、スモークみたいなのが純正で入ってるんで、それより下にドラレコをやったんでね、配線がちょっとプランってなるんで、ちょっと見栄えを良くするために、まあ、こういう配線を通すのがあるんですよね。こういうゴムのね、配線通しがあるんで、まあ、それをね、つけて、そこにまあ、配線を通していくっていうとこですね。で、こう、こう通してやることで、こういう風にしてやることでね、まあ、配線がブランってなるのを、まあ、塞ぐっていうイメージです。で、あとね、この通して、もう2本ですね、ありますね。だからメインの電源の線と、あと、リアカメラの方の線にもなります。で、2本ありますので、まあ、これを2個取り付けをするっていうとこです。で、これでね、こう取り付けをして、配線を通して、天張りの裏をあと通していくと。で、天張りの裏を通した時に、ポロンって落ちないようにね、まあ、なんかテープとか、スポンジテープとかでいいんで、それを巻いてやってね、中に押し込んでやると、まあ、あと出てくることもないんでっていうとこですね。だからこういう風にね、今通して、あと天張りの裏をね、パン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 通していくと。で、天張りをね、引っ張るとき、あんまりやりすぎるとね、シワが入ったりするんで、まあ、そこの方をね、気をつけてもらうっていうとこですね。で、次、後ろの方をね、やっていきますね。リアカメラの取り付けですね。で、こちらの内装の方をね、外して、で、もう何ですか、上側の方にね、取り付けをしますんで、下側のこのでっかい内張りですね、そこはもう今回外しません。で、まずはね、ここのね、ハッチバック部分と室内の部分をつなぐ、この蛇腹の部分を外してもらって、で、そこにパーツクリーナーを流してですね、で、こういう配線通しですね。これはね、エーモンのやつを使ってます。これが一番使いやすいと個人的には思いますね。で、それにね、配線を巻きつけておいて通すんですよ。で、今度ね、で、蛇腹の部分を通して抜けたら、今度はこちらのね、リアゲート側ですね。そちらの方にも通していきます。で、こちらの方から通して抜けてきたら、まあ、これで配線は OK ですね。リアゲートの方に通すのは。まあ、ここら辺はね、まあ、比較的簡単にできるかなと。蛇腹の部分がね、ちょっと通りにくいんで、パーツクリーナー等で濡らしてやることでね、滑りを良くして、まあ、通りやすくすると。油とかを塗るとね、跡が、掃除したりとかね、しないといけないんで、まあ、その辺もあるんで、まあ、できればパーツクリーナーの方がいいんじゃないかなと思いますね。で、今度ね、もう一個、下側の蛇腹の入り口から、今度、車内の方にね、引き込む線のとこですね。ちょっと、これがね、場所が悪いんで、まあ、こういう感じの通し方をしてます。で、穴の部分から通して、ね、U の字型に通して、一番後ろのピラーの隙間から出してますね。で、今、このね、室内の上側の天張りの部分に挟み込んでいって、で、もあとこのモールをはめていくと。で、今回はね、運転席側の方を、まあ、通していきます。で、あとはもうね、うちのやり方は基本上を通すっていうスタイルなんで、こんな感じでね、挟んでいけば、もうシャッシャッシャッといきます。まあ、丁寧にね、やる方なんかは、結構ね、全部内張り外して、下側通したりとかってする人もいるんですけどね。まあ、そうするとね、まあ、取り付けの時間もかかるっていうのと、
あとね、ドラレコ系はね、あの車買い替えた時にね、持っていくっていう人たまにいるんですよね。ナビとかは最近減ったんですけどね、あのドラレコとかでまた持っていくってなったら、じゃあこの前後の渡してるね、橋渡しをしている配線ですよね、これがね丁寧につけとくとめんどくさいです。この前もね Nボックスかなんかでね、あの車買えるからっていうので外してくれって言われて、まあよそでしてる分だったんですけどね、もう全部もう内張りを外して、でなおかつあのタイラップとかでね綺麗につけてたもんだから、結局内張りを全部剥がすっていう形になりましたからね、まあ、そうなると、まあ、なかなかね、まあ、いいんですけど大変なんですよっていう部分ですね。だからこのやり方だとね、まあ、比較的簡単かなっていうところなんで、まあ、DIY でする人なんかはねサクサクできるんじゃないかなと思いますけどね。で今度はね、あの配線が通し終わったらリアカメラのね取り付けの方ですね。でリアカメラですけど、取り付けるするときあの熱線が通ってるんで、熱線部分をカメラのレンズが被らないようにね、せっかくの部分が熱線で隠れるっていうことのないようにね、位置決めをします。でしっかり位置決めをしたら、またこちらも貼り付け前にこのプライマーですね、今塗ってますね。でこのプライマーの方を塗って、であのリアカメラのね取り付けをすると、まあ、リアカメラはフロントカメラと比べると、まあ、軽いのは軽いんですけどね、まあそれでもねやっぱり脱落する可能性がねなきにしろあらずっていうところなんで、プライマーをねしっかり塗っておくと、もう密着がねめちゃくちゃいいです。ただね剥がすときがね剥がれないんで、それはそれでね大変なんですけどね。でまあ大体付け終わってこんな感じですね。でちょっと配線の方がまだプランってなってるんで、ちょっとこの辺はねバシッとねあの剥がしていきますね。でレーダーがこんな感じで、このレーダーの前にねレーザーレーダーがついてますね。であとドライブレコーダー、こんな感じで電源が入ったらこんな感じですね。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらの RC1 オデッセイのね、まあ電装系の取り付けでした。でドラレコですけど、まあねピラーがちょっと外すのがコツがいるかなっていう感じですね。なんであのピラーのハマってるのがこうスッとハマってるんで、それをねピラーをこうグッグッて持ち上げながらこうスルッと抜いてやればもうスポット取れるん で外した後はもともとついてた方を移してやってってすれば、あと取り付けるときはそのままポンと取り付けるだけで OK ですね。あとはね、まあ配線の取り回しね、上を通す人と多分下通す人がいるんですよね。でサムさんは基本的に上しか通さないんで、あのまあ時間的にはね上通したがかなり楽です。あとね取り外しをもしするっていう時もかなり楽ですよね。あの下側をね結構内装ばらしてきれいに通すっていう業者の人も結構いますけど、結構ねドラレコ系って車買い替えた時に持っていくっていうの割と多いんですよね。その時にねあのしっかりつけとくと外すのがかなりまたしんどくなるっていうのがあるんで、まあ、そこら辺もちょっと踏まえてね、まあ、インチキじゃないですけど、まあ、楽な方法で通してます。で、まあ、あと電気や、ね、ヒューズの方から取ってっていう形ですね。であのちょうどねあの上側のガラスの部分があの透かしみたいなねなんかこう色付きが入ってるんで、まあねその部分でその分下に下げると配線がベロンってなるんでね、配線をしっかり固定するなんですかねゴムみたいなやつをはめてそこに配線を通してっていう形ですね。であと天張りの方からポロッと出ないように、まあスポンジテープみたいなやつを巻いて抜けないようにしてね、天張りの上に挟み込むっていう形でやってます。まあ、以上でねこちらの方のドラレコとレーダーのね取り付けでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。